ジョー・バイデン米政権は主要国の銀行は、ウクライナに侵攻しているロシアの制裁回避を助けてはならないと求めた。また制裁を受けているロシア企業とオリガルヒを支援すれば、米国とヨーロッパ市場に接近できなくなるだろうという警告を伝えた。バイデン政権は、財政的な力を通じてロシアを世界経済から孤立させようとする意図を明確に示したのである。ニューヨーク・タイムズによると、 米財務省のウォリー・アデイエモ副長官は13日、ニューヨークで国際銀行協会に属している日本中国、ブラジル、アイルランド、カナダの金融機関関係者と非公開会議を開き、先のような内容を言及した。アデイエモ副長官は金融機関がロシアに対する制裁を行わない国にあったとしても、米国やヨーロッパによる制裁に違反すれば、米国とヨーロッパの金融システムから遮断される可能性があると語った。 アデイエモ副長官は NYT とのインタビューで制裁対象の個人や機関に物質的支援を提供すれば、我々の制裁体制を拡大し追跡できる手段を使用する可能性があると説明した。NYT はバイデン政権は、ロシアの金融機関振興財閥中央銀行に対し全面的制限を加え、ヨーロッパアジアの同盟国と協力して制裁回避の手段を取り締まっていると説明した。 またアデイエモ副長官は大部分は制裁を遵守しているが、UAE など一部の国はロシア資産の避難所となっていると指摘した。